どバイシしの打率もカープ女子のせいってマジ何カープ女子って。カープが好きな女の子。なんかさ、あの野球だけはそうあってほしくないんだよね。サッカーってさ、なんかにわかマジうぜえよなっていう、すごいそういう嫌な流れあるじゃん。だから人気にならないの。もう野球は別に男だろうが、女だろうが、なんでもね、取り入れてた方がいいと思うよ。あれはあの空気だけはマジで、あの透かした空気はマジで出さない方がいいと思うよ。もっと泥臭く、老若男女問わずね。 女の子が見たっていいじゃないと。<laughs> じゃあ、そうするよ。でもぶん聞き分けがいいね、お前。<laughs> サッカーは世界一人気だろ。え、世界一人気なの、サッカーが <laughs>、うん。テニスとかじゃないのあんな面白くないのにサッカー見てても。つか俺サッカーが面白くないんじゃなくて、日本のサッカーが弱えから面白くねえんだよ。てか、早く野球見てる世界一取ればいいじゃん、そんな世界があだこだ言ってんだったら。 バカなんじゃねえの取ればいいじゃん。野球みたいに2回ぐらい。ワールドカップで優勝すればいいじゃん。そしたら俺だってサッカー見るわ。面白くねえんだもん。全然クソ読めえのに。世界一取ればよくない世界一。<laughs> 世界一取ってください。早く。そしたら俺だって見るよ。俺負けず嫌いだからさ、日本人がね、 あのー、負けてんのみんな、服装ほど腹立つの。サッカーとかボロクソではええじゃん。だから見てて腹立つの、ほんとに。野球はだって日本が一番うめえから。最高だよ。最高。最高。テニスもだから好きだよ。錦織り系がさ、なんでのベスト4とか、なんか、あの、4位とかなってんじゃん。それは好きだよ、俺も。 だってさ、俺、サッカーやったことないんだけど、あのー、日本のサッカー見た後にさ、海外のサッカー見るとさ、あの甲子園見た後にプロ野球見たぐらいの差があるよね。あんなの絶対埋まらないでしょ。同ですかスポーツじゃねえとさ、無理だよ。てかやめようぜ、サッカーとかもやめていいよ、みんな。勝てねえから、どうせ。あんなさ、短距離で日本人がさ、あのー、100m 走で1位取るのと一緒だから。 無理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 。野球だったらバットのボールとかあるからまだあれだけど、サッカーとか絶対に世界一になれないからやめた方がいいと思う。じゃあ水泳は、あんま取れてねえじゃん。あんま取れてねえじゃん。あんまり。岡崎も野球やらせよ。岡崎も今から野球やらせようぜ。俺の唯一好きなサッカー選手。岡崎いいよね。ああいう泥臭いさ。あとホンダ。なんでホンダが好きかっていうと、11ダビッドソンが好きだから。 なんで1一ダビットソンが好きかっていうと1一って名前だから。ホンダと岡崎以外はいいよ別に応援しなくて。ネタちょっと面白いし、1一ダビットソン、うん。水泳強いの日本って。え、あんま強くなくない水泳って日本強いのあんまり強くなくない結局。あー、てかあれだな黒人がやってねえからな、水泳。 まだチャンスあるな。うん。あ、水泳日本行けてるんだ。え、誰があれなの誰がすごいの水泳。北島康介とか、そんなさ、なんか突、突然変異を言ってもしょうがなくない強い方なんだ。ま、あ確かオリンピックで金メダル期待できるもんな。あ,あ、入江か。あの、背泳ぎの人だっけあ、入江いいね。あいつ顔かっこいいしな。確か俺別に水泳は別に嫌いじゃねえんだよ。 水泳嫌いじゃねえの。水泳やりながらできれば野球やってほしいけど、あいつら体格いいから結構なんかいけそうだし。あとマラソンな。だから日本が世界でメダル取れるような競技はみんな好きなの。俺はなでかというとミーハーだから、もうそういう、なんか、男かつ世界で1位を取れるようななんかそういう競技が、俺は応援したいな。俺はな。 ラグビーとかね、正直なんか日本盛り上がってたじゃん。クッソの興味なかった。なんかその職場とかでもさ、いやーすごいよねみたいなこと言ってたんだけど、なんも下手すらちょっと俺の方がすげえんじゃねえかと思ってるからね。俺の方がニコ生に人集めるんじゃねえかと思う。未だに俺は、まだラグビーには負けてないと思ってる。加藤淳一が。まだな。 ダルビッシュとかと比べられたら、いや、それは無理だよってなるけど。ゴローバルいや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 ってなっちゃうね。今のところはね。だから単純なんだよ。だから日本人が強ければ俺は好きなの。日本人が強くない競技は好きじゃないの。サッカーは弱いから好きじゃないの。あとなんかあいつらスカしてるし。<laughs> いや、俺ね、そうなんだよね。高校時代のサッカー部にス、もうほんとスカしてるやつ多くて。 バスケああ、まあ、俺、スラムダンク好きだから、まあ、いいよ。まあまあ、好き。桜木花道が好き、バスケ。バスケ選手の誰が好きって言われたら、俺、桜木花道が好きだから、まあ、いいよ。それは。たまには話題出すかな、ぐらいの。あの、サッカー部のさ、スカ透かしてる感じ、マジ好きじゃないんだよね。絶対野球部の方が勉強もできるし、スポーツもできるのに、あいつらバカのくせにさ、なんか、ガチャ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 。すげえうるさかったのね。 そういうエクセに、なんか <laughs>、うちの高校のサッカー部、ゴミ弱だったね、ゴミ弱。野球強かったのね、結構。強かったのね。サッカー部、ゴミ弱だったのに、なんか知らねえけど、サッカー部の方がモテて。だから、からそういうサッカーを応援してる女も好きじゃねえの。ほんとにいるでしょでも、ほんと好きじゃねえの。最近のさ、なんか、あの、ワールドカップとかでさ、渋谷でチアを応援してる女、なんか、バチが当たってほしいよ、なんか、あいつらに。 あいつらマジバチ当たんねえかな、本当と。ムカつくから野球応援しないでサッカー追いつくから。野球一色になってほしい。天罰くだらねえかな、本当に。天罰。実際バチ当たってるけどな、どういうこと何が当たってんのモテてるサッカー部クソうぜえクソうぜえね。雷落ちて、雷落ちてほしい。なんか俺たちが車とかで突っ込んだらさ、秋葉原のさ、 あの、加藤被告みたいになっちまうじゃん。天才で死んでほしいわ。もう、雷がずっとーん <laughs> って落ちて。勇士郎みたいに。<laughs> で、なんか、ちょ、なんていうの普通のサッカー全然見に行かないみたいなさ。ワールドカップの時だけ、ユニ、ユニホーム着てるわ、うぅせー勝負ーやべえ、勝負くなてってきた。ユニホーム着てる私可愛い,いみたいな女。死 <laughs> を願う以外ないね、今。 やべえ、久々に胸クそ悪いことになってきた。あいつら超うざくねえ、マジで <laughs> あいつらクソうざくねえあいつらの死を願うことでしか今俺のこの、もやもやがど、うぜえ、マジうぜタバコ吸ってくるわ。あいつらの死を願いながらみんなでタバコ吸おうぜ。